セニョールさん、梅雨時期になってタイヤの残り溝とか心配ですよね。そうだね、タイヤチェックして交換が必要な時、次はエコタイヤに変えようと思うんだ。エコタイヤって最近よく聞きますけど、どんなタイヤなんですか、セニョールさん。どんなタイヤ？それは僕は口下手だから博士から説明してもらおうかな。いや、セニョールさんでも良いですよ。いや、やっぱり博士の方が。博士、なんじゃ、わしのコーヒーブレイクを邪魔しよって。あ、博士、セニョールさんにエコタイヤのことを聞こうとしたら博士の方が良いって。セニョール君でもいいじゃろ、では任せた。博士、ダメです。素晴らしい博士の話を聞きたいんですよ。何、素晴らしいわしの話をか。分かった、セニョール君がそんなに言うんじゃ、話してやろうかの。ふう、危ない。よかったですね、セニョールさん。星野君、分かってて言ったね、プンプン。何のことじゃ。博士、それより指令です。はい、エコタイヤを研究せよ、じゃな。ではセニョール君、エコタイヤを持ってきてくれるかの。わかりました、星野君のバッグから。ダメです。仕方ないな。博士、エコタイヤを持ってきました。星野君、エコタイヤはどのようなイメージかな。そうですね、低燃費なイメージですね。その通りじゃな。博士、なんでエコタイヤは低燃費なんですか。それは転がり抵抗が少ないからなんじゃよ。転がり抵抗ってタイヤと地面の摩擦のことですよね。よく覚えていたの。その転がり抵抗が少なければ同じ燃料でより遠くまで走れるんじゃな。使用する燃料が少なくなれば、燃料が燃焼するときに発生する二酸化炭素の量も減らせますよね。その通りじゃ。エコタイヤは低燃費と環境負荷の低減の両方に貢献しているんじゃ。でも博士、転がり抵抗が少ないならグリップ力も低くなって走行に危険じゃないんですか。お、セニョール君、そうきたか。確かに転がり抵抗の低減と摩擦力は相反するの。じゃあ博士、低燃費でも危険じゃないんですか。そんなことはないぞ。最新の技術を使用したエコタイヤはその相反する課題を解決するためにさまざまな工夫をすることで低燃費性能を向上させながら摩擦力を維持向上させているんじゃよ。すごいですね、エコタイヤって。装着するだけで低燃費なんて。ただしドライバー側も注意が必要じゃよ。博士、それって空気圧の点検ですね。そうじゃよ。エコタイヤが低燃費なのは適正な空気圧で使用されることが条件なんじゃからの。次のタイヤ交換はエコタイヤにしよう。低燃費と環境に優しいタイヤはエコタイヤで決まりじゃ。博士は全然エコじゃないですね。いつも食べたり飲んだりしてますからね。君たちに言われたくないわい。